1998年から2005年の間に発表された論文から選定された気温再構築の一群 IPCC 報告書における中性温暖期と商標期の記述は1990年の最初の報告書以降過去1000年の温度記録の科学的理解が向上するにつれて変化してきた中性の温暖期と商標期は2000年期において最もよく知られた 気温変動である。その後の報告書のホッケースティック曲線の批判者たちは、どの報告書もその現象を議論はしているが、MWP トリアに関する記録は、IPCC 第3次評価報告書において抑圧されたと主張している。しかし、最新の報告では、地域によっては、今よりも温暖であった可能性があるものの、地球全体での平均気温は、 今よりもずっと慣例であったと見られている。ENIPCC ファーストアセスメントレポートも参照 IPCC1990 の図 7.1c ンイアル1999の結果のうち IPCC タール2001にも採用された40年平均モーベリアル2005の低周波シグナル1980年代に地球温暖化に対する興味が高まり 過去の温度記録に新たな関心が寄せられ、昔は現在よりも温暖だったのか、それとも寒冷だったのかという疑問が持ち上がった。しかし、この時利用可能な記録はごくわずかでしかなかった。1990年の報告書では、過去1000年の観測された気候変動と変化に関する7章の議論は1ページにも満たない。 7章の過去1000年間の温度の変動を表すために用いられた曲線は否定量的な模式図である。縦軸の温度の目盛りは温度変化と名付けられているが数値ラベルは与えられていない。これは MWP トリアの温度変化がそれぞれ1900年頃の温度から摂取0.5度程度のオーダーであったことを意味するものとして受け取ることができるかもしれない。 そのセクションは最近の気候変動がおそらく接氏にドミマンの範囲であったことを明確に述べる。1990年の報告書は示されたすべての変動が本当に地球規模だったかどうかは明らかでないことを中期している。この図は明確な出典が示されていない。この曲線は1992年の細か報告書以後の IPCC 報告書には姿を見せなくなった。 1990年の報告書内では、リアは地球規模の広がりがあるとみなされたが、MWP はそうではない。この1000年間にわたる機構は、1990年の報告書の制作決定者向けようやくに、MWP に関しては全く触れずに、リアはおそらく接種一度程度しか変動していない。いくつかの変動は数世紀にわたって続き、十九世紀に終わったリアを、 含め、地球規模の広がりがあったようだと記述された。MWP は、7章の用紙において、西暦1000年頃の MWP と述べられている。1992年の報告書の付録 c は、ワンワンから、危機観測が始まる前の気温を示す2つの図だけを、用いた。それらは1350から1950年の東、中国及び北。 中国における文書の証拠に基づく気温を示す。変動は0.5セッシュ0.75度程度で変わりやすく、20世紀以前が現在より寒冷であったことを示す。図は1350年に止まり、MWP を示さない。MWP を参照する唯一のテキストでは太字で、この地域についてのものであることを示している。ENIPCC セカンドアセスメントレポートも、 参照1995年までに、その対象の研究は進展し、夏季だけだが半球気温の再構築が得られるようになった。1995年の IPCC 報告書は、ブラッドレイドジョーンズによる1400年から1979年までの北半球の夏の気温再構築を用いた。これも MWP は示されず、その他20世紀以前に、 摂氏0.5度程度のより寒冷な気温が示される。図3.21は1200年から現在に至る8つの氷床コアの記録を示し、混合パターンを表示している。MWP トリアはテキストに特別な注意を受けている2つの期間。これらはそれぞれ全球的に温暖および寒冷な時代として時に解釈された。最近の研究は、 MWP として一般に知られている期間を再評価した。利用可能な証拠は限定されており、はっきりしていないと紹介されている。EN-IPCC サードアセスメントレポートも参照2001年の報告書は、マイヤル、ジョーンズヤル、ブリファによって表される西暦1000年から北半球の温暖期及び数年の再構築を用いた。IPCC タールは、 MWP について次のように述べている。仮定された中性温暖期は明瞭さにかけ、振幅もより控えめで、一般的に歓迎上定義されていたヨーロッパの時代区分から推定されたものに比べ、半球規模のタイミングもいくらか異なって見える。ジョーンズやる、マインやる、クローリーロワーリーによる北半球平均気温の推定は、 11世紀から14世紀の気温が15世紀から19世紀の気温に比べて約摂氏0.2度高く、しかし20世紀中頃よりもむしろ低いことを示している。タールは商標期と中性温暖期は存在したのかを議論しており、このように現在の証拠はこの期間にわたって例外的に寒冷、または温暖であった時代の全球規模の同期性を支持していないので、 小標記及び中性温暖期という従来の用語は過去数世紀における半球または全球の平均気温変化の傾向を記述する際の実用性を制限しそうに見えるという IPCC 第4次評価報告書も参照 IPCC は2007年に発行した IPCC 第4次評価報告書では s p パ r ブラッドレイヤル、ジョーンズ・マン、D アリゴイアルを含む、より最近の気温再構築が用いられている。AR4 において i p c c は、中世の温暖期と呼ばれる時期について、次のように総括している。最新の報告においては、様々な調査報告を横断的に調べた結果、当時現在よりも温暖であった地域は限定的であり、地球全体での平均では当時は、現在よりも寒冷であったと見られている。 ありがとうございます。